日本徳島県小松島下野町電野町は徳島県小松島市の町名。郵便番号は郵便番号773-0008。2016年2月末現在の人口は1513人、世帯数は612世帯。小松島市の中央部に位置する。南は田野山地によって串淵町、達江町と相対し、東は JR 麦線を境として、金井祖町と接続し、北は芝生町、西は徳島市に接続している。徳島県道136号偶走徳島線が、中央部の山麓に沿って重走して、立江町と結び、徳島県道217号電野勢合線が、中央で東方に分岐して、赤石町と結んでいる。これらの県道に沿って外村が形成され、また、 農村集落が発達している。産業は農業があるじで米作が卓越しているが、山麓の傾斜地を利用して、みかんたけのこの生産が行われ、また近年は和牛の多頭飼育が盛んで、阿波牛の特産地となっている。また、温山寺の門前町として、商店も多く商業地も形成されている。勢い豪遺跡からは、ケザたすき門道宅が出土し、 徳島市の徳島県立博物館に収蔵されている。天皇社の白色城、黒色城、騎士面は、死文化財。天皇社地後三番層は、県無形民族文化財となっている。さらに御山寺のビランジュは、県天然記念物、釈迦案の了海曼ラは、死文化財となっている。他の海岸は、文治元年2月、自称、樹英の乱の時源義経が、 摂津の渡辺の浜を船でして、荒海の中を都会し、小松島に上陸した地点と言われている。芝生川田野村は、江戸期から明治22年にかけて、勝浦郡に存在した村。徳島半領、明治4年に、徳島県、同年に、明東県、明治9年に、高知県を経て、明治13年に再び、徳島県に所属。でんは、 明治22年から昭和32年にかけて存在した大技が。はじめは小松島村。明治40年に小松島町。昭和26年からは小松島市の大技となる。明治25年に現在の柴田小学校の前身である柴田神城小学校が設置された。昭和32年より現在の田野町となる。昭和十五年に一部が赤石町。 家内祖長となる小松島市立柴田小学校、ありがとうございます。